Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Tales of Arise sur PS5. Du coup, il est l'heure de prendre le vaisseau. Je ne sais pas si on approche grandement de la fin du jeu, j'imagine. On a dépassé les 47 heures de jeu, me semble-t-il. Et voilà, je sais pas s'il y a de la cinématique. Dans le doute, je disparais, je me mute. いよいよだな。こいつちゃんと飛ぶんだろうな。そういうこと言わないでよ。あ、そういえばアルフェン、この船なんて名前なんだ？名前？さあな、あるのかどうかすら考えたことなかった。せっかく乗るんだし、なんか名前欲しくないか？そうだな、例えばファルナイツ。フクロウを表す古い言葉の一つ、意味は空へのいざない。なるほど、今の私たちにはぴったりの名だな。なんか納得いかねえけど、まあいいか。よし、今からこいつはファルナイツ号だ。やることは二つ。レネギスに行き、これ以上のダナへの手出しをやめさせる。そしてイバラの正体を突き止めてシオンを救う。いいな。よし、行こう。行こう、El famoso。Je vérifie juste mon son. Ouais, il est bien 37. Ok, j'ai rien dit.信じられないぜ。何が？だってよ、世界がこんな窓一つに収まっちまうなんてさ。言われてみれば本当だね。世界っていうより不思議な絵を見てるみたい。あんだけいろんなことがあったのに、みんな見えないくらい小さくなっちまった。逆に言えばそれだけ世界が大きいってことだよね。ダナとレナの違いだって見えないくらい小さなことなのかも。レネギスまではどのくらいかかるんだ？一眠りするほどの時間はないな。今のうちにこの船の設備を確かめておくといい。そうだな、レネギスではこの船が拠点になるかもしれないし。だが船の操縦はいいのか？私が見ていよ。最も基本的には自動だからすることはあまりないがね。分かった。OK、par contre Poro, tu me diras si tu as joué à Genshin aujourd'hui quand même. Merci. なんだか雰囲気が変わったね。そう、何か変化しら。もう全然、なんていうか前向きで生き生きしてる感じ。今の方がずっといいよ。Ah, il y a les deux amoureux là-haut. C'est qui est au fond là du coup? Unayoi va daijoubu ka? Soyeba, wasurete ita na. Arigatai koto ni, umi no ue to chigatte, hoshi fune wa hotondo yure ga nai. Nani yori da. Sono sōchi ga kininaru no ka? Douyu mono nano ka to omotte na.中に人が入るようだな。治療層だよ。怪我や病気を治してくれる。なるほど。もしレネギスで傷を負った時は役に立ちそうだな。アルフェン、どうかしたか？いや、レネギスを脱出する時、儀式で暴走してボロボロになった俺をレヴィの声に入れた。
そのことを少し思い出したんだ。脱出するとき、ということはお前は300年間この中にいたのか。そういうことになるんだろうな。どうして300年も眠り続けたのかは、プラジア・フュチュラマ。そうか。だが偶然かどうかはともかく、私はお前が目覚めたのが今の時代でよかったと思っているぞ。どういう意味だ。お前がいなければ私たちはここまで戦い続けることはできなかった。だが何よりメナンシアを出るとき、私が言ったことを覚えているか。共存の夢とは何なのか自分で考え学ぶ必要があると。ああ、だからメナンシアに残らず俺たちについてきた。あの時の私は与えられた理想ではダメだと言いながらも、兄さんの願いを叶えなくてはという思いにとらわれていた。兄さんの思い出は大切だが、気づくべき共存は何よりこれから生きる人たちのためのものだと改めて気づいた。そしてそれをメナンシアだけでなくダナ全体に広めたいと私自身が願うようになった。みんなこの旅を通じて学んだことのおかげだ。だからそんな機会をくれたお前には感謝しているんだ、アルフェ。感謝されるにはまだ早いさ。赤い女のこともある。まだまだ気を抜ける状況には程遠い。分かっている。だがどんなことがあろうと私は目をそらすまいと思う。貴様とはいえ、まずは目の前の問題を片付けなければな。いや、du coup on va aller papoter avec Renouel et c'est quoi ça ? L'ascenseur. What is that ? Renouel et Low. Ils ont des meubles un peu bizarres quand même. C'est quoi ? C'est une étagère à épices ? C'est quoi ce truc ? T'as rien. Ah, 聞いてよ、アルフェ。ロウったらさ。おい、言うなって。ロウがどうかしたのか。この船が落ちないか怖いんだって。最初は名前つけようなんて言ってたくせに。別に怖いとかじゃねえよ。ただこんな鉄の塊みたいなのが支えもなく空飛んでるなんてちょっとくらいおかしいって思うだろ普通。星船ってそういう機械じゃない。私は別におかしいって思わないけど。いや、お前の神経がおかしいんだよ。俺が言うのもなんだが、レナの技術は信頼できると思う。俺が今こうしてここにいるのもある意味そのおかげだしな。そっか、そういえばそうだよね。納得した、ロウ。アルフェにそう言われちゃ納得するしかねえけど、なんか納得いかねえ。ディアログ un petit peu plus léger mais voilà, pire jeu de l'année, on peut pas sauter par-dessus la rambarde. What the fuck?On finira par, par la miss, on va commencer par Dolin. Chion en dernier, car c'est la bestou. Nani ka mondai ka? Ya. Tada. Nana nen buri da to omotte ne. Surudo toshite Renegis o tatte kara ka. Anta demo yappari natsukashiku naru no ka? Watashi tote hito nami no kanjou wa aru.とはいえ、君に尋ねたい。レネギスには君の過去もある。行けばそれと向き合うことになるかもしれない。そこに恐れはないか。それは自分が大勢の命を奪った場所だ。ないと言ったら嘘になる。だからって逃げるわけにはいかない。過去は変えようがないな。未来はわからないからな。そうか。デュオハリム失敬した。こんな時にする話でもなかったな。船内の確認を済ませたらまた声をかけてくれたまえ。J'ai une petite coupure sur une phalange, c'est insupportable. Dès que je frotte un truc.
Du coup, j'imagine qu'il faut parler à tout le monde et revenir le voir. La petite chienne. デネギスでの暮らしはどんなだったんだ。いい思い出はないわね。物心ついた時にはすでにイバラが発言していたし、治療のためと言いつつ実際は研究対象のようなものだったわ。研究ってそんな。本当よ。どんな条件でイバラが現れるのか、触れた側の影響はどう変わるのか、毎日毎日そんなことの繰り返し。解剖されなかっただけマシかもしれないけど、触れて激痛にのたうって、その後私に向けられる相手の目は怪物を見るかのようだった。自分の意思とは関係なく人を傷つけてしまう存在。そんな絶望しているところに追い打ちをかけるように破滅の未来を見るように。望みなんて持ちようがなかった。誰とも触れ合えないまま孤独に生きるしかない。生きていてもやがて破滅に飲み込まれる。だからせめて世界を救うために死ねば自分の人生にも意味が見出せるんじゃないかって思うようになったの。すまない、嫌なことを思い出させた。いいの、今はもう違うもの。みんなのためにシオンが死ななければならないというなら、シオンのためにみんなが死んだっていいはずだ。何を言い出すの。そんなこと許されるはずが。もちろん許されないさ。だがただ運が悪かったというだけで、一人が他の全員のために犠牲になるなんてあってはならない。それは結局奴隷が生贄にされるのと変わらないんだ。俺たちの自分たちだけが助かるためのものでも、世界のために自分たちを犠牲にするものでもない。みんなを守る、世界を救う。ただそこに自分もいなきゃダメなんだ。犠牲のない世界のため、あなたの戦いそのものね。俺一人のじゃない、シオンの、そしてみんなの戦いだ。みんなで掴む勝利でなきゃいけない。敗者がいてはいけない。今わかった。これはそういう戦いなんだ。敗者がいない。ダナがレナを倒して終わりではないってことで。本当にできると思う。できると信じて命がけでやるんだ。でなきゃ何かを変えるなんて永遠にできない。そうだったわね。そのくらいでなければ未来なんてつかめない。やりましょう。C'est trop mignon. Oui, pour eux, ça fait bobo. Merci pour le flow. YYY. Du coup, on reparle à Dwalim. On va regarder un petit peu. Du coup, c'est l'encre, ça, qui s'est plantée. On va pas pouvoir. Bon.Let's go. みんな覚悟はいいか。そろそろレネギスに乗り込む準備に入る。その前にレネギスとはどういう場所なのですか、ティオハリム。そういえばちゃんと聞いたことなかったよね。俺も聞いておきたい。俺は大昔のことしか知らないし、そもそも監禁されていたようなものだからな。レネギスはそもそもがダナでスルドブリが行うためのレナの機関拠点だ。それ自体が一つの都市であり、独立した社会を形成している。その社会は一言で言えば序列社会だ。そこでは精霊術の強さが非常に大きな意味を持つ。精霊術の強さで身分が決まるってことか。でもそれって生まれつきのものじゃないのか。訓練で多少変わるし、それのみで決まるわけでもないが、おおむねそうだ。故にスルドやその候補者を多く輩出する家系はどうしても偏るし、そうした血筋は名門とされている。
極めて弱い精霊術しか使えないためにダナに降りることが許されなかった下級階層扱いの人々もいるわ。でもそんな彼らでさえダナに対する優越感は強い。覚えておいて。なるほどな。ティオハリマは鋭になるくらいだから序列が高いのは想像がつくけど、シオンはどうなんだ。シオンだって強い精霊術が使えるじゃない。ああそうか。精霊術の強さだけなら私も一応上位層に該当するわ。もっともイバラのせいでまともな扱いは受けてこなかったけど。悪い。気にしなくていいわ。あなたの思ったことをすぐ口にできるところは嫌いじゃないから。邪魔すなよ。あれ、ひょっとしてロー照れてるの。照れてねえだが精霊術の強さだけで序列が決まるというのは本当は理不尽だ。人の価値はそれだけで測れるものではないのに。赤い女もレネギスにいるでしょうか。おそらくな。あれだけのことがレネギスで起きたのだ。ペレギオンからレナス・アルマを持ち去ったことと無関係ではあるまい。レナス・アルマがダナの搾取に使われているなら絶対に奪い返す。赤い女にも問い詰めたいことが山ほどあるしな。間もなく到着だ。念のため衝撃に備えたまえ。茨を解く手がかりもきっと見つかる。Let's go。誰もいないな。星船同様多くの場所が自動化されているからな。それに鋭ブリガ以外での利用は異例だ。私たちのことは気づかれているでしょうか。出迎えがないとはいえ警備はいるはずだ。油断すべきではない。なるべくレネギスの人たちと戦わないで済むといいけど。それでこれからどうする。赤い女にしてもレナス・アルマにしても今のところここにあるはずだってだけだろ。どこから探すか当てはあるのか。レネギスには王のみが立ち入ることを許された禁領と呼ばれる区画が存在する。そこへ行くべきだろうな。そこに何があるんだ。何があるかわからないから行くのだ。幸いここには王の資格を持つ者がいる。そもそもレネギスほどの巨大な構造物を変形させるにはかなりの力を必要とするはずだ。レナス・アルマを使った可能性が高いということかしら。そうだ。アルフェンの記憶によればレナス・アルマは300年前の儀式でも使われた。儀式の目的が何であれ、もしそれが今進行しているものと同じならレナス・アルマは同じ場所にあるかもしれない。赤い女と共に。だがレネギスのどの居住区にもそれらしい場所はない。となれば普段立ち入ることのできない区画だろうということですね。そういうことだ。しかし俺が王にされたのは300年以上前の話なんだ。俺がいたところで入れるとは限らないぞ。行ってみないことにはわからないのだし、可能性があるなら試してみるべきだと思うわ。そうだよ、シオンの茨のことだって何かわかるかもしれないし。わかった。どのみち手がかりはそれしかない。その禁漁に行ってみよう。
Ah, la zone interdite. Ok. Partir. Au moins, on peut repartir. On n'est pas coincé. On n'est pas coincé de ce côté, c'est déjà ça. Mais bon, on va essayer d'avancer un peu plus. Mais Poro devrait. Devrait pas être beaucoup plus loin que moi. ここには何人くらいのレナ人がいるのですか？正確なところは知らないが、見た目ほどには多くない。大抵のことは機械とズーグルで賄っているくらいだ。やはりズーグルもいるか。気を抜かずにいた方が良さそうだな。OK. Hop. Let's go. Ça a l'air d'être le bazar quand même. Lenegis, 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 je crois ils disent. Lenajin no machi tte iu kara ni wa iroiro chigatte ru ndaro to omotte ta kedo yo. Demo これはそういうのとも違うよな。配置が土台ごと変わってしまって都市の体を成していない。何があった？もしかしてレネギス全体が形を変えた影響が内部にまで。あのくさびが降りてきた時か。だからって人が住んでる場所まで動かすことないだろうによ。自分たちの町だろ。レネギスの民のことなどどうでもよいということなのか。どちらにせよこれでは金領への道もわからないな。ひょっとしてキオハリムか。アバキール、息災で何よりだ。やっぱり君か。だがなぜここに。スルドブリガはどうしたんだ。連れているのは一体。ダナがどうなっているのか知らないのか。何かあったのか。知り合い？古い友人だ。なあティオハリム、君が連れているのはまさか。我々のことはいい。それよりここで何が起きている？それがさっぱりわからないんだ。突然都市の構造が動き始めてこの有様だ。そのうち王から何か知らせがあるとは思うが。アバキール、我々は金領への道を探している。心当たりはないか？金領へ？そんなところに一体何しに行くんだ。それは知らなくてもいいことだ。相変わらずだな君は。とはいえ見知った場所でさえどう行けばいいかわからないような状況だからな。まして禁漁となると。そうか、なら自力で何とかしよう。もうフィアリエには会ったのか。いや。そうか、彼女は変わっていない。いやむしろ。承知している。なぜ戻ってきたんだ。辛いことになるぞ。それも承知している。そういうところもちっとも変わらないな。分かったよ、これ以上は聞かないが気をつけろよ、キュオ。D'où ? Ah, pour qui va y aller ? Nikolov qui dit bon, bienvenue 20 minutes après. Oh yeah ! C'est assez calme, Kolov, pendant ce soir. Fiori, t'es d'où ? Lo !
先ほどの話からすると、レネギスの住民はダナのことを何も知らされていないようだな。そうね。ここの状況もよく分かってないみたいだった。くさびは間違いなくレネギスから現れたのに。もう少し情報が欲しいな。住民に話を聞いてみよう。ついでに一応赤い女のことも聞いてみようぜ。金寮ってところに行く方法もだよ。私たちでは騒ぎになるかもしれない。シオン、頼めるか。そうね、その方がいいわ。私もやろう。ティオハリム、セルドの資格はレネギスでは有効に働く。わかった、二人とも頼む。俺たちダナは目立たない方がいいんだろうな。パルゼビタン、ouais。Par contre, du coup, ça fait beaucoup de blabla d'un coup là. Bah, bonne nuit pour vous et bon courage pour demain, du coup. On va essayer d'avancer un peu plus quand même. Au revoir. Surdo Briga のためなら、そんな必要はなかったはずだ。なんであれ、くさびが精霊力を送るのを止めたと言っても、狙う理由がある限りはこのままでは済むまい。ダメだよ、またあんなことさせちゃ。金寮ってとこに行けば何かわかるかもしれないんだろ。ここでグズグズしてないで動こうぜ。Comme il dit, allons-y. Un route demain, on va être hardcore. Alors moi c'est mon jour de repos demain, donc. Ah. Encore. Lenegis の町って本当に最初からここで暮らすために作られたのかな。どういう意味だって、こんな大掛かりなこと最初から作ってなかったらできないよね。でも最初からそのつもりだったら、町だってこんなことにならないように作ると思わない？確かにその通りね。そもそもレネギスがこんな風になるなんて、私たちの誰一人知らなかった。この居住区は後から作られた。だとしたら、なぜ。あ、ごめん、変なこと言っちゃった。気にしないで。見落としていた謎を指摘してくれるのは助かるわ。確かに今は解けない謎だけど、その答えもきっとこの奥にあるはずよ。シオン、うん、そうだね。Alors du coup, C'est vrai que c'est bizarre qu'il faut que la ville dans cet état, quoi. C'est un peu chelou, là. On peut soigner quelqu'un ? Je sais plus si j'ai atteint le palier avec Shion. I don't remember. これはティオハリムか。これはティオハリムか。お会いできて光栄です。私も前回のスルドブリガでダナにおりましたが、残念ながら我がスルド閣下の勝利は叶いませんでした。思った以上に奴隷が死んでしまって。そうか。失礼。あなた、最近レネギスで真っ赤な服を着た女を見かけたことはないかしら。赤ですと？いえ、覚えがありませんな。そんな服ならさぞ目立つことでしょうが。そう。ちなみに前のスルドブリガの時にスルドのそばで見かけたこともない。変なことを聞きますな。今も当時も覚えはありませんよ。その女が何か。いえ、時間を取らせたわね。ありがとう。 OK、je sais pas si est-ce que j'enlève la cam à chaque fois qu'il y a un petit dialogue comme ça. Pas forcément. Attends, je regarde un truc vite fait sur le live. Hop. Je mets la fenêtre en plus grand et je remets OBS. Voilà. Tac. Attends.On a une map ou pas? Ah oui, d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un bout de ce côté. Ok. Bonjour.
丈夫？あ、ええ、うちに帰れなくなってしまってどうやって帰ったらいいかと考えていたところです。私もここから先に進みたいのに行けなくて困っているわ。全ては王の御心のままに。とはいうものの、いつまでも下層民の私がこんな上層民の区画にいたら何を言われるか。気が進まないけど、やっぱりあそこに行ってみるしかないかしら。何か心当たりがあるのかね。デュオハリム・イルル・ケリス様、なぜこんなところに。スルドブリガの最中では。私のことはいい。それより心当たりがあるなら聞かせてほしい。失礼いたしました。この先にできた壁に入り口のようなものを見つけたので、そこを通り抜ければ別の区画を移動できるかもしれないと思いまして。それは検討の余地がありそうだな。On va tenter, mais on va aller voir quand même le PNJ qui avait au tout début de la zone. 君はここで待っていたまえ。問題なさそうなら改めて知らせよ。よろしいのですか？私のような仮想のものに鋭閣下お自らなんて。このような時に上も下もあるまい。本来同じレナの民だ。ありがとうございます、デュオハリム様。Qu'elle avait dit, enfin, elle avait l'air de dire qu'il y avait un passage par là. Mais on va voir ce qu'il nous dit le Gugus ici. Yare yare. Hidoi koto ni natta. Shigai wa kono arisama. Zuguru ga seigyo o ukesuke naku natta tomo kiku. Ikanaru koto yara. Anata mo dou shite kou natta no ka?理由を知らないの？うん。事前に何の布告もなかった。知る必要はないという王のご意向なのだろう。我々としては受け入れるよりない。お？あ、それより御身はイルル・ケリス家のティオハリム卿ではありませんか？確かスルドとしてダナにおられるはずだと。いかにもティオハリムだ。多くを語ることは許されていないが、特別な任務で戻ってきている。全ては王の御心のままに。時ならぬ御身のご帰還、レネギスの変容、いやはや王の信望は計り知れませぬ。イルル・ケリスクは多くのスルドを輩出しておられる。こたびのスルドブリが御身の勝利を記念しております。最善を尽くそう。いろいろ話を聞いたな。それでどう思う？やはりなぜ町がこうなったのかも、ダナでスルドブリガがどうなったのかも知らないようね。スルドブリガの情報ってこっちには全然入ってこないものなのか？以前であればここまでではなかった。何か統制が敷かれているのかもしれない。住んでるところがこんなことになってるのに、みんなやけに落ち着いてるよね。ああ、ズーグルが言うこと聞かなくなってるとも言ってたしな。本当なら一大事のはずだぜ。ここで起きることは全て王の意志によるもの。レネギスではそういう考え方が深く根付いているから、全ては起こるべくして起こる。王の統治によって。王の統治。一つ気になったのですが、今レネギスを全ているのは誰なのですか？無論当代の王だ。王がレナからレナとレネギスの両方を全ている。間にスルドみたいなのもいないのか？レナってダナと同じくらいでかいんだろ？レネギスだけでもこんなに広いのに全部一人で収めるなんて、そんなことできるのか？言われてみればそうだな。気にかけたこともなかった。王が全てを滑るというのがここでの常識だった。私もレナ本国をどのように統治されているかは知らん。シオン、君は、いや君自身でなくてもいい。
誰か本国に行ったことがある者を知っているか。いいえ、知らないわ。私もだ。だが、だとすると、まさか、レネギスの住民全員がそうなのか。どうしたんだよ、急に深刻になって。レネギスでレナ本国をその目で見たことのある者は誰もいないかもしれないということだ。王その人を除いて。ですが、それだとレナとレネギスには交流が全くないことになりませんか。王だけが一方的にレネギスにその意向を伝えている。そういうことになる。考えてみたらさ、レナにいる王様が遠く離れたレネギスまで直接統治しているのって無理があるよね。今みたいに何かあってもその場にいないんだし。そもそも王とは何なのです。アルフェンは奨励の儀を行うために無理やり王にされたという。一方でレナの統治者も王と呼ばれています。どちらが真実なのでしょう。スルドブリガの勝者となったスルドが前任者からその座を引き継ぎ、レナの全てを統治する。それがレナの王だとされてはいるが、そのレナ王は沈黙したままだ。ボルラーンのこともある。もはや何が真実か分かったものではないな。300年前、俺はレネギスで王になった。いや、された。ダナ人の俺がだ。そして今この時代に同じ王の紋章を持つボルラーンがいた。俺たちに共通するのは、どちらもスルドブリガに勝つことなく王になったということだ。ボルラーンはアルフェンと同じ儀式のための王ってことか。わからない。だがありえない話じゃないと思う。つまり統治者としての王と儀式のための王がそれぞれ存在していることになるのか。だが確かにガナスハロスでボルラーンの死体は見つかっていない。レネギスがこうなったのもボルラーンがここで儀式を行ったからだとしたら。待ってよ、それって赤い女とボルラーンが仲間だってこと？だって儀式には赤い女が持って逃げたレナス・アルマが必要なんでしょ？儀式には巫女も必要なはずよ。私の他にも巫女がいるのでない限り。疑問疑問また疑問だ。この状況を解決するには王の正体を見極めるよりないよ。王だけが入れるという禁令なら何かつかめるかもしれない。ダナを救うためにも真相を暴くんだ。ええ、行きましょう禁令へ。確か別の区画へ通じてるかもしれない入り口があるって話だったよね。そこから禁令にも行けるかもしれない。De toute façon, c'est la seule piste qu'on a, donc... Go aller voir le petit chemin?Par contre, on va peut-être faire ça en plusieurs épisodes parce qu'on est déjà quasiment à 40 minutes. Sinon, ça va faire des épisodes d'une heure où il n'y a que du blabla. C'est peut-être un petit peu lourd. C'est bien par là, je crois. Attends, on va checker du coup l'impasse. J'ai aussi une petite scénette à lancer encore. Mais ça, c'est quoi ça ? Ouais, bon. Ils savent même pas ce qui leur arrive. Je sais pas. Des petites fraises.Genre c'est un trésor inestimable les fraises. Je ne sais pas. Voilà, une petite scénette avant de couper l'épisode. Lena の中にも身分制度があるんだね。住民は別にそれで不満も感じていないみたいだな。それでいいのか。いいも何も、それがごく当然のあり方とされてきたからな。君たちにも覚えがあるはずだ。支配されることに疑問を抱かなくなっていた。確かにな。ここの暮らしはダナのどの町よりも進んでいるように見える。十分な富がなくては理想の社会は作れないのかもと思ったこともあったが、あればいいというものでもないらしい。赤い女のことも誰も知らないみたいだったわね。本当にレネギスにいるのかな。もしいなかったら。まだ決めつけるには早い。目立たぬよう立ち回っている可能性もある。判断は隅々まで探してからにすればよかろう。なあ、ティオハリムのあれってどういう技なんだ。あれではわからんな。どの技のことかね。あ、なんか街中とかでさ、
話しかけた相手が好きだらけになることがあるだろう。何のことか分かりかねるが、あれは垂らし技というんだ。自分の外見や声の質を最大限に生かして相手の心を縛る特殊な技だ。人聞きの悪いことを言う。私ではなく受け取る側の問題だろうに。あ、でもやっぱり何かあるんだな。どうやったら使えるようになるんだ。俺も気になるな。何か特別な修行があるのか。そうだな、常に優雅であることを心がけ、後ろ向きな考えを持ちながらうんちくを語るあたりが初歩だろう。言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな。感心しているだけですよ。他意はありません。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。何か変なものでも食べたのかしら。どう責任を取るつもりだね。そこまで本気にされるとは思いませんでした。反省します。Tu es bien. L'art de la manipulation. Bon, c'est un bon tchatcheur, et puis oui, comme il a son côté quand même assez. Je trouve jamais le terme pompeux, c'est pas prétentieux, mais. Bon, il en impose quand même, voilà. Ah, je voulais arrêter. Attends, on va laisser passer le blabla quand même. Autain. Ouais, mais c'est pas juste Autain. Tu sais, il prend pas juste les gens de haut, c'est juste qu'il... Je sais pas, il... C'est un mélange de... Ouais, je sais pas trop comment dire, bref. Parce qu'il est hautain, mais pas de manière péjorative. Enfin, je trouve pas, enfin... Une vraie princesse, quoi. Il y a de la prestance. Ouais, mais je sais pas s'il y a un mot, je cherche un mot pour cibler le truc, je le trouve pas. C'est une princesse, voilà, c'est très bien, ça résume bien. Il y a du charisme.彼らのことが気になるなら住民に尋ねてみたまえ。どのスルドにも、あ、そもそもフィーンデミアコンブラブラその家の失者が幸い。ダナの状況は知られていない。お前、キパーダナ、テロジェでしょ、なんだそれ。いけるだろう。いけすか。C'est quoi cette quête ? On dit pas que c'est une quête pour aller parler aux gens, hein, de partout là. Oh mon dieu ! Bah si. Bah on va pas le faire. Bon, en tout cas, je coupe l'épisode là-dessus pour la rediff. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, à la prochaine pour la suite. See you next time. Ciao ciao.